オールマークストリングスさんのドロップシリーズですね、OWL の ST というギターをご紹介いたします。こちらのですね、オールマークストリングスさんということなんですが、大阪府吹田市にありますギター工房の作品なんですけれども、こちらですね、実にユニークな構造をしておりまして、まあ、ちょっとうちの方でね1本入荷いたしましたんでご紹介したいんですけれども、まずボディですけれども、こちらトップ材はですね、ブラックパーシモンと言われる木なんですけれども、ちょっと見慣れない木なんですけれども、柿の一種ですね、黒柿というんですかね、そういうトップ材が貼ってあると。珍しい木目が出てますけれども、それにオリジナルのペイントがされているということと、こちらのバックにはですね、マホガニが貼ってあります。そして指板なんですけども、これ黒々と見えますが、これ実はレジンですね、樹脂を固めて指板にしているという非常にこうユニークな指板であります。ネックはですね、なんとローズウッドネック、こちらが採用されています。ワンピースにすればいいんじゃないかと思うんですけれども、指板はですね、あえてそのコンプレッション感を出すために、樹脂、レジンが貼ってあるということらしいです。そのネックとボディをジョイントする部分ですね、4点止めのボルトジョイントなんですが、ここ1本だけですね、こちら斜めからこうボルトを刺してやって、そこのですね強度を稼ぐというところで、工夫がされています。最近のギターにはよくありますけれども、もちろんここのヒールの部分はハイフレットを弾くためにスムースな加工がなされています。ヘッド裏のですねマーク、こちらも裏の方にマークをつけて、表はギタリストが主役、そういったイメージらしいです。ロッドがですね、トラスロッドの調整はこちらの表からできますんで、ちょっとしたトラブルにも対応がすぐできそうです。ペグの方もですね、5等のですね HAP システム、ロック式のペグになりまして、ペグでのチューニングの狂いを極めて少なくしていく工夫です。アームユニットですが、ウィルキンソン by 5等ということで、こちらはですねウィルキンソンオリジナルのものを5等のライセンスで作っているというものですが、2点支持、そして極めて軽いアーミングですね、そして真ん中でビタッと止まるような安定性に満ちたユニットになります。ピックアップはオリジナルで OWL の1というものが3機シングルコイルが載っております。コントロールですが、こちらはですね5ウェイスイッチ、それぞれ切り替えですね、それと1ボリューム1トーンなんですが、このシングルコイルをですね組み合わせるハンバッカーモードというのがついてまして、こちらをトーンノブを引っ張るとフロントとリアのハンバッカーになるというようなスイッチングがなされています。それではフロントピックアップから順番に音を聞いてみましょう。そしてセンターピックアップですね。そしてリアピックアップです。トーンノブを引っ張りますとハンバッキングモードになりますが、ハンバッキングモードの場合は 5way スイッチはですね、リア側の2つとフロント側の2つ、こちらが生きてきて真ん中にするとキャンセルですね、音が出ないということになりますね。
新しいギター工房が自信を持って作った新しい素材のギターですけれども、まだまだ出し切れない音がいっぱい出てくるんじゃないかというふうな可能性を感じるクオリティです。全体の重量は 3.56 キロということなので、皆さんもぜひお試しいただいて、新しい音を引き出してみてはいかがでしょうか。ぜひお試しください。